さあ、ダンスの会の三国天部動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。まずはですね、ちょっと気になる画像がフレンドのところから回ってきたので紹介したいと思うんですけども、こちらになります。はい、同盟の剣ですね。国戦での同盟の剣なんですけども、例えばうちが青州に同盟を持ちかけるとしますよね。で、青州はその間同盟を承認もせず却下することもなくしばらく放っておくと。で、ある程度経ったら朝一で、青州からうちに攻撃が一気に来たと。で、それが終わったら同盟を承認するということで、一方的に攻められた後こちらから攻め返すことができないみたいな状況になるっていう話なんですよね。で、さらにちょっとこの画像ではその言及されてるんですけども、ちょっとわからない部分ですね。反撃ももしかしたらできないかもしれないという話なんですよね。同盟結んでるんで自分攻められたところを反撃できなくなるかもしれないというのは当然の考え方ですよね。で、相手の攻撃は星1枚とかがほとんどっていうことは、これ反撃できないことを見越してやってる可能性がありますよね。なんでこの方のこの言うたら報告ですね、これの続編が非常に気になるところではあるんですけども、反撃できんってなったらもう一方的に取られるだけになってしまうっていうことですよね。なんでこのシステムっていうのはちょっと改善してほしい部分ではありますよね。で、この方も改善要望を出していただけると助かりますということを書いてあったので、ちょっと本人様にはね何の連絡も取ってないんですけども、動画の方にさせていただいたんで、これどうかなっていう方はですね、ぜひちょっと運営さんにね問い合わせてみていただけたらなと思う次第であります。この国戦ってね、面白いんは面白いんですけど、はっきり言ってこの日曜日ですね、始まる前の日の同盟の段階であるだとか、あとマッチングでですね、ほとんど8割方勝敗が決まってしまうんではないかというような感じもしてるんですよね。今回ですとうちだけ挟み撃ちに合っているような状態なんで、これうち紫ですけどね、ほとんどもう領地がないですよね。益州にガンガン攻め込んでいて、でさらに徐州は挟み撃ちになってないにもかかわらずボコボコにされてるんでね、順位は一応5位ではあるんですけども、それでもこんな感じで、中国とあと韓国の軍団に囲まれたりしたらですね、もうどうしようもないんですよね。これなんでこの国別にするとかですね、例えば10種類ぐらいあるんですかね、あの三国天部に参加してる国ってね、日本、韓国、中国、あと香港、あとシンガポールとかっていう感じでたくさんあるんで、もうバラバラにすると JP が2つ入るようなことがないようにするみたいなね感じでやってくれたらね、非常にありがたいんですけどね。そうすると後発の国とかは不利になるんはこれしょうがないと思うんですけども、じゃあそのもしねそういう国をマッチングでちょっと入れれないっていうことであればですね、2-2-2にするとかですね、3-3にするとかいう感じでやってくれんかったらですね、今週はっきり言ってうちもう打つ手がなかった感じなんですよね。なんとかもう最下位を回避するしかないと。でこんだけ徐州がボッコボコにやられんかったらうち圧倒的に最下位だったはずなんで、これちょっとしかももうこの展開は初日から読めているっていうことになるんで、5日間つまらないということになってしまうんですよね。ここら辺の要望も合わせて出していただけたら非常に助かります。システムとしては非常に面白い戦いだと思うんでね、もっとこれからね良くなっていっていただけたらなと思う次第でありますね。でそうしたら今回はですね、太平同人に関することをやっていきたいと思うんですけども、ちょっとね僕気になったんですけど、
この太平が出す狼が何秒出ているか、途中で消えるんでね、狼ってね、何秒で消えるんかっていうんがね、これちょっと探してみたんですけど、どこに書いてるかわからないんですよ。例えばこことか見ても、ね、この何秒狼が活動してくれるかっていうことは書いてないんですよね。これ書いてないですよね。で、あと1個言うたらどこやったかな、最近いじったんで何がどこにあるかまだちゃんと、あ、これか、これとか見ても、あ、ここでは見えんかね、書いてない感じですよね。なんでちょっとこの狼が何秒ぐらい生き残るのかというのを一回おさらいしてみたいと思います。で、それとですね、先行やってると狼で直接城を狙って、で城を壊してもらうみたいな展開にならざるを得ない時がありますよね。リョモが例えばその城にダメージを入れんまま死んでしまったけども、射撃と砲手とかは全て壊してくれてるから、なんとか城を兵士で壊して3枚取るっていうパターンですね、非常に多いと思うんですけども、目安としてですね、今僕が太平、まあ乾燥させてるんですけど、宝物ですね、宝物がこれか、ん、違うわ、こっちですね、狼の攻撃力 32% アップということで、一応まあ 36% には到達してないんですけど、かなり高い数字をね出すことができてるんですよね。この32秒アップで、まあ、狼が3体出るわけですけども、城をどんぐらいで壊せるのかっていうのを測ってみてですね、リュモーが死んで、あと城をね狼で壊していくしかないっていう状況の時にですね、最低ラスト何秒ぐらいで出したらこの城が壊れるのかっていうのが分かったらですね、まあ例えば壊すのに40秒かかったとしたら、ラスト20秒しかないっていうことだったら、狼を2体出さないかんかったりっていうことになりますよね。そこら辺を測っていきたいと思います。ただ狼を出す位置によってこれって変わってくるんですよね。例えばこの陣形なんですけど、これどこから見るとひし形になっているのがお分かりいただけると思うんですけども、なんでこの右端左端から狼を出す場合は一番距離が遠くなるんですよね。なんで1秒2秒ラグが出てくるっていうことにはなりますんで、そこら辺もね頭に入れておいていただけたらなという感じで、今回は下から出して狼がどのくらい城を壊すのに頑張ってくれるのかというのをですね見ていきましょう。そしたらまずは狼が何秒間活動するのかを見ていきます。はい、そしたら下から狼を出します。はい、大体なんか太平を出してから狼が出てくるまでに2秒ぐらいかかってますよね。なんで2分58秒と仮定しましょうかね。でこんな感じでバンバン削っていって、どんだけ持つんかっていうとこなんですけども、これ3体でも結構削れてってますよね。はい、ここで35秒、まだ持ってますね。多分40秒ぐらいだったと思うんですけどね。お、まだ消えないですね。そして45秒ぐらいか、45秒ですね。これは45秒としていいと思います。で、今注目していただきたいのはですね、城がもうほとんど壊れてますよね。これ天下ぐらいで壊れんか、壊れましたね。これぐらい壊れるっていうことなんですよね。で、下から出すと、まあ距離が短いっていう部分はあるんですけども、ちょうど左端と下の間ぐらいから狼を出すと、これ多分距離が一番近いんで1秒ぐらい狼が活動する時間がね増えると思うんですよね。だったら壊れるかもしれないんで、これちょっとやってみましょう。はい、陣形作り変えてみました。そしたら太平出してみましょう。
このぐらいかな。そこまでなんか時間が稼げたような気もしないんですが、どうでしょう、壊れますかね。そしたら2分20秒ぐらいまで早送りしましょう。さすがに壊すまでは至らんか。たださっきよりはメーターちょっと削れてる気がするんで、これ狼の攻撃力 36% アップとかついてたら45秒でまず壊せるんじゃないかなって僕は思うんですよね。なんでできたらですね、太平の宝ですねは数字の高いやつを揃えてですね、狼に頑張ってもらうと。で、国戦みたいに、まあ、時間がこう早ければ早いほどいいっていう状況でなければですね、ラストのそうですね50秒残っている状態で城を直接ターゲット取ってで太平を出すという感じにしたらですね、タイムアップまでに壊れるっていうことが分かっていただけるんじゃないかなと思いますけどもね。時間が足りなければ2体出すと。もちろんこれは太平同人が中に入ってきたりして、その武将のスキルとかが発動しないことがね、条件にはなると思うんですけどもね。なんでこれが分かるだけで時間の使い方っていうのがですね、うまくなるんじゃないかなと思いますので、先行使いの方はぜひ参考にしていただけたらなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。